ギフトマンの方がすごい怒ってましたよ。めっちゃ怒っとった。お前俺を誰やと思うとるんやって、謝罪はなしかっていうね、ずっとね怒鳴ってるんですよ。めっちゃ怒っとるわけ。こっちには一切謝罪なしや。それが会社の方針か。とりあえずね、納品先到着待機ですね。到着待機。今ちょうど僕と同じ荷物下ろしてますね、トラックが。このトラックが納品終わってから僕の番ですね。今ね、ちょっとリフトマンの方に声かけ行きましたら、リフトマンの方がね、変わっとるって聞いとったんですけども、すごいね、癖のある人って聞いとったんですけども、めっちゃ態度悪かった。マジで。わー、嫌やわー。たまらんわ。さあ、とりあえずね、今からちょっと納品ありますんで、待機しておきたいと思います。あとね、今日、僕ちょっと携帯忘れまして、スマートフォン忘れまして、古い方の携帯、スマホはあるんですけども、今使ってるね、新しい iPhone、家に忘れまして、ちょっとね、電話ができないんですよ。だからとりあえず納品終わったらね、一旦会社に帰って、ね、ちょっと状況を説明してからね、家にね、スマホ取りに帰りたいと思います。ちょっとね、もう帽子とか取ってからさ、帽子とか取ってからさ、ちょっとヤンキーモードで行こう、ヤンキーモード。僕の方が怖いですよーってね、僕だって怖いんですよー言うてね、ね、同じ運送会社ですよ。ね、そんな立場変わらんと思う。態度が悪いわ、リフトマン。とりあえずね、もう少し待機しておきたいと思います。あっつ、納品完了ですね、納品完了。汗かいた。1時間かけて下ろしました。汗かいた。ギフトマンの方がすごい怒ってましたよ。めっちゃ怒っとった。まあ僕ら運転手にはね、よくしてくれるんですけど、電話しとって、電話口で、多分取引先の方やと思うんですけど、電話しとって、お前俺を誰やと思うとるんやって、謝罪はなしかっていうね、ずっとね、怒鳴ってるんですよ、電話で。ワンパリ積み上がってもね、全然取り来ないんですよ。ずっと電話しとって、めっちゃ怒っとるわけ。怒っとるからさ、僕もすいませんって言えないでしょ。ね、怖いからさ、めっちゃ怒っとった。こっちには一切謝罪なしや。それが会社の方針か。めっちゃ怒っとった。そんなことある？そんな怒る人おるんやな。僕ら運転手にはすごいよくしてもらっとったんですけど、恐ろしかったわ。着替えよう。着替えよう。あとね、僕膝がすごい痛いんですよ。膝痛めてまして、今。膝にね、アンメルツをね、山ほど塗ったんですよ、今日の朝。アンメルツを。膝がすっごいね、痛いの。汗かいちゃって、そこがすごい痛くなってしまうた。ね、アンメルツ塗ってからさ、お風呂とか入ると、すごいね、痛くなるんですよ。染みるんですよ。今その状態になっとる。膝が痛い。
燃えるように痛い。さあ、とりあえずね、膝が痛いんでね、一旦着替えまして、ね、会社の方に帰りたいと思います。着替えよう。風邪ひいてしまうわ。あと、ズボンが破けた。ね、ここにスリットが入っております。ズボンが破けた。ボロボロです。ボロボロです。リフトマンは怖いし、ズボンは破けるわ。膝は燃えるように痛いし、スマホ忘れるし、災難やわ今日。参った。もう上半身裸で運転したいけど、ねえ、通報されちゃいますんで。ねえ、ちゃんと上の服着て走ろう。でもたまにいますよね。夏場とかさ、上半身裸の運転手さんいますよね。あれどうなんかな？ねえ。多分パトカー見つかったらね、注意されるでしょ。まあ、違反受験としても注意されると思うからさ、しっかり上は着とかんとな。せめてタンクトップぐらいは着とかんとね。下がっとるかな。まだや。服が下がらんわ、これひっつくやつや。オッケー。さあ、とりあえずね、今から会社の方に帰りたいと思います。はい、今ね、家に帰ってきまして、無事にね、スマホありました。パパのテーブルの上に置いてくれとったわ。おまけにね、サプリメント関係もね、持っていっとらんかったからさ、ちょうどいいわ。このアンベルツも持っていかんといけん。これ全部忘れ物です。ねえ、忘れ物多いわ。さあ、とりあえずね、今日は夕方済みですね。夕方済みになりますんで、少しね、ここで休息してからね、また会社に戻りたいと思います。はい、すっかりね、暗くなっております。もう真っ暗。今からね、積み込みしまして、お、来た。お願いします。あ、積み込み完了しました。すぐ積めた。よかった。今からね、佐賀県の方に向かいたいと思います。よかったよかった。早く積めた。さあ行こう。とりあえずね、朝の4時か5時くらいからね、納品始まりますんで、それまでね、少しね、休んでおきたいと思います。今日はね、納品先のホームにつけてからの休息ですね。絶対納品の夢を見るパターンですね。絶対見るわ。さあ、とりあえずね、今からのんびりしたいと思います。今日ね、時間がないんで、もう、信頼仕様にせずにね、このまま寝よう。さあ、今からね、のんびりしたいと思います。もう少
しでね、もう少しで朝の5時になります。目があかん、半目で眠っとったんかな。目が乾燥してあかんくなっとる。半目で眠ったみたい。さあもう少したらね、シャッターが開きますんで、シャッターが開いたらね、納品行っていきたいと思います。目があかんくなっちゃった。よし、とりあえず納品完了ですね。納品完了。もう一件ね、納品がありますんで、もう一件の方に向かいたいと思います。ここから20分くらいかな、のところにね、納品先ありますんで、今から行ってからね、順番取りたいと思います。今日の荷物はね、ベルトコンベアで流す荷物やったんですよ。で、バーコードがついてまして、バーコードをね、右か左か正面か、どっちかにね、揃えて流すんですけども、それがわからんくってさ、横に寄った運転手さんに聞いたんですよ。バーコードどっち向けて流すんでしたっけって聞いたんですよ。そしたらね、下打ちされましたよ、下打ち。下打ちされて教えてもらえんかった。朝やから機嫌が悪いんやろうな。下打ちされてしもうて、ゴリラみたいな顔しとる運転手さん、もうゴリラマンに下打ちされて無視までされて、たまらんわ朝から。まあね、周りの運転手さんのね、そのバーコードの向き見てからね、確認してから流したんですけども、朝から気分悪いわ。まあね、とりあえず今からもう一件ありますんで、向かいたいと思います。下打ちされてしもうた。さあ、ちょっと急ごう。Wanna be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. I need you more, need you here. More than I would like to admit. Let's forget about tomorrow, yeah.Should I hide away forever? Should I close my eyes and never again hold you tight, call you mine, think about you every time I remember that it's over, yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind.I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah, yeah. You never lose an argument. So I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase. さあ、とりあえずね、2軒目到着です。ここはあれですね、ケツ下ろしでもウィングでもね、両方からね、下ろせるみたいやけど、雨降っとるからな。ケツおろし、ね、ケツおろしできたらいいけど、とりあえずね、順番が来たらね、呼びに来てくれるそうなんで、それまでね、待機しておきたいと思います。このね、納品が終わりましたら、次は、熊本ですね、熊本県の、何やったかな、山賀ってもんかな、山賀ってもんかな、山賀かな、多分、ね、山賀の方からね、積んで、東海がね、1本入ってますんで、それ走っていきたいと思います。雨降っとるからさ、事故多いから気をつけよう。とりあえずね、順番が来るまでのんびりね、待機しておきたいと思います。